え、これで、はい、いいんですか。皆さんこんにちは、リコチャンネルの時間ちょっともう一回お願いしますテイク2です。皆さんこんにちは、リコチャンネルの時間がやってまいりました。今回はマスターズレディースが行われるマスターズゴルフクラブですっていうのは嘘で、ゲンチャンネルです。いや、いい、全然いいですよ。はい、今日対決に来ておりまして、マスターズゴルフクラブで撮影させていただいておりますということで、今回は第2話か、4ホール目から4、5、6番ホールを1本の動画としてアップさせていただきます。前回までは、僕がパープレー、リコプロもパープレーということでね、同点になりました。最後ね、リコプロが失敗したんで、うわー、めっちゃくぐり、お先です。でも最悪なんですけど、もうちょっと僕にもチャンスが出てきたんでね、ここからまた3ホール頑張っていきましょう、リコプロ。はい、頑張ります、ね、ということで行ってみたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、では皆さん、ゲンチャンネルのチャンネル登録といいね、コメントたくさんお待ちしてますので、よろしくお願いします。完璧です。 OK ですか。でもありがとうございます。完璧です。はい、4番ホール、はい、390ヤードパー4行ってみたいと思います。リコプロは前のティー、ドライバーで良さそうじゃない。はい、分からんけど、では参りたいと思います。はい、でも鉄塔の方に飛んだらいいんでしょ、多分。いや、お願いします。お願いします。左飛んだ、カッ、もうね、カッ、よしよし、大丈夫。はい、大丈夫です。リコピーが371ヤードパー4、371ヤード。まあ私も鉄塔方向でいいですよね。まああそこら辺ですね。はい、あー、注文通り鉄塔、木の右から曲がって、ナイスショー、いいとこ。ありがとうございます。ちょっとドローがきつかった。ちょっときつい、今日ね、全体的にきつい、きつめです、ドロー。前回と違って仕上がってます、リコプロ、まあまあまあ、と思ったらさ、さっきのざっくりちょっとライが悪かったね。そうですね、やっぱ美味しい、食べるのが好きだから、私、美味しい鉄板焼き屋さんでも連れてってもらおうかな。肉が好きなんですか。お寿司も好きやけど、うん、でもやっぱ肉の方が。鉄板焼きって何、肉、お好み焼きとか。ね、お好み焼きなわけないやん。お好み焼きだったらもう何枚でも食べていいよお好み焼きじゃないよ、あのステーキ。そうよ、英語のヒレステーキよ。あ、そういう感じね、うん、結構食べるけん、ね、お酒飲まないですよね。あ、お酒飲まん、でもその日は飲むワインワインボトルで、赤ワインね、うん、OP、やったー、 OP は、わ、そんな俺のことが、うん、ついてっちゃうこれはすごい打ち下ろしてね、ずっと104とか106とか。はい、サイト崎シーサイドカントリー。はい、サイト崎シーサイドカントリーとキャストロール。はい、カストロール、カストロールです。 EPC さんが、はい、スポンサーですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。52で行ってみたいと思います。フルショット、うん、まあまあフルショット。あ、ちょっと待ってちょっと待って、超えてよ。ナイスオン、ナイスオン、捕まったね。ちょっとちょっと噛んだ、ちょっと飛ばしたいからロフトが立ったって感じ、ね。はい、僕は104ヤード、58度、フォローなんで届くと思います。空にボールを上げますからね。おお、高い球、やばい、方向めっちゃいい。弱いね。よい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 よ、いいやろ、ナイスオン。ありがとうございます。そんなこともできるんですね。やっぱ大人数の方が楽しいですもんね。どうかな、ゲンちゃん。いや、楽しいっしょね。大人数の方がいいよね。ワインもね、ボトルで入れなきゃいけない。え、そうですよね。僕、俺お茶しか飲めないんですよ、でもじゃあ、皆さんで行きましょうルミちゃんがえげついな、今日。応援お願いします。8メートルぐらい、まあ、大体それぐらいの、ちょっと下りのスライス、はい、打ったね、しっかり。おお、え、ねえ、
出た、いただきました。入れたい気持ちはわかるけど、3メートルの上りのスライスだと思います。行ってみます。ああ切れる、ああ止まって、先です。はい、50センチぐらい。ナイスパン。ちょっとまたまた私にピンチが訪れています。 1.5 メートル、はい、上りのフック、ちょっとだけフック、ちょっとだけよねえ。はい、すいません、真剣じゃけん。はい、ナイスパー、ありがとうございます、はい、両者パーで5番ホール2ホール目いきます。はい、もう今めっちゃドキッとした。よかった、パスリーめっちゃバックティーじゃんね。わ、すごい距離差ある。5番ホール、ショートホールですね。パー3、164です。結構風がアゲンスト、アゲンストですよね。潰して打ちたいなこれ、低い球で。ただ今はそれしません。5番アイアンで空から行きます。空から打法で、おお、あ、でかいね。めっちゃ大きい。なんで？あんま風来てなかったんかな、うん、チャンスかもしれない。130ヤードでございました。のアゲンスト8番アイアンでいきます。あ、また？ドロー。ナイスオンナイスオン。チャンスっちゃけんね、私。チャンスっちゃけん。今日はなんか負け気味です。右手が強め。昨日腕相撲したけんかいな。僕のも乗ってました、とりあえず。あ、ほんとですね。あー、寄せとくべきやったやんか。下りの15メートルぐらい、ラインはこれキャリーさんどっち見えました？ちょっとスライスでいきます。おお、あー、お先です。はい、30センチ上りフックパター。ナイスパー。出ます。ドキッとさせんね、もうさっきからさ。これは8メートルの下りスライスです。はい、結構切れそう。入ったら久しぶりのパンチラね。パンチラ、私パンツ見せましたっけ？いや見せてない。外したいよバーディー。ちょっとやだ、緊張するやん。 すごい見てる、やばい。そっち見れんわ、緊張しすぎ。ちょっと パンチラぐらい見せてあげてるかな。そうやね、ちょっとサービスすればバーディー取ったら来いよ。めっちゃ笑うやん。ノチラ。ノチラです。ノチラです。残念。あ、そのふりあったんですか。あ、びっくりした。私バツ見せたかと思った。いや、やってしまう可能性もあると思って。打つね。なんかさ、さっきから私めっちゃ強い。ちょっと待って。ストップ。ストップ。ね、え、なんで？もうちょっとやだ。重いと思ってさ、めっちゃ打ってしまうちゃけど、どんだけパンツ見せたいんって。ぐらい。 2メートルフック上り入れる気ない。はい、もう今のは本当にミスパットです。ボギー、僕がパーでリコプロボギー、一打僕がリードになっていきます。6番ホール最終ホールですね。はい、リコ練習。これでいいのに、なんでそんな強く打つと。ねえやだ、絶対私肉食べたいのに。僕が勝ったら知り合いのプロ紹介してもらえますからね、これに出てもらえそうな。あ、そういうことね。ケンちゃんの彼女になれ子って。いや違うわ。すごい、うん、どういう子が好みなんだろうと。はい、6番ホール568ヤードのパー5です。わ、めちゃめちゃアゲンスト、行ってみます。長い、しかもちょっとトリッキーっぽい。ゴー、ナイスショー。ナイスショーやけど風に負けたね。めっちゃアゲンストやん。えぐいわ。やばいね。
498ヤードパー5。これ右狙っていく感じですか？3本切りでいっちゃない。もうめっちゃ上げとるで届かんと思うけどな。いい球、3本切り完璧。ありがとうございます。ナイス。全然飛んでなさそう。ありがとうございます。ちょっと下がっていい？小顔効果。小顔効果。フィレと、てかお肉をフィレと、あと海鮮があったらアワビとか。300ヤードスプーンで3ウッドでいきます。刻みです。3本木方向に。やばっ。お？バンカー？池じゃない。大丈夫大丈夫。あ、心臓に悪いわ今。あの船何ですか？船す、飾り？飾りなんですか？何してんだろうと思って。はい、284です。バントで木の方のちょっと左ぐらい狙います。はい、ねえ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 、足滑ったろ。あ、滑った。あ、滑った。ちょうどいいわ。全然いい。いや、まあまあいったでしょ。どういうこと？ナイスミスだな。結果、うん、結果オーライ。ありがとうございます。ゲンちゃんどこ行ったの？バンカー100ヤードぐらいの右ぐらい。風が強くなってきました。うん、さっきからね。スタートホールでも回っとったよね。回っとった、ま、回るよりこっちの方が良くないですか？回っとったらなんか、うん、決め打ちできんけんね。なんかちょっと悩んでしまわん？悩む。こういう距離のバンカーって難しくない？ウェッジとかこう短いクラブで打つ、ダフったら全然いかんし。私はね、うん、ちょっとだけボールを右に置きまして。短く持ちますか？はい、短く持つで、とりあえず顔を絶対に動かさないようにして打ちます。顔を動かさない、突っ込まないように。なんか突っ込んでしまうときない？上から打ちたすぎて。あ、トップ、リコプロに習いました。バンカー、フェアウェイバンカー、短く持つ。現状狙うんですか？ボールは右、顔を上げない。はい、9番アイアン124ヤード。おお、ちょっと弱い。危ねえ。でも大丈夫です。止まった。これはまたチャンスだと思うんですよ。ピン手前なのかな。104。しゃあ、ナイス。ございます。近いかな、距離感はいい感じかと。はい、デートとかで使えるようなおしゃれなお店、ご飯屋さんがあったら教えてください。全国どこでも。そうですね、どこでも。私たち結構やっぱ試合とかいろんなとこ行くから、どこでも多分行く機会はあると思いますので、お願いします。雰囲気のいいところでお願いします。まあ、ランチもいいけど、でもやっぱり夜ご飯ですかね。皆さんの知ってる一番いいお店を教えてください。ゲンちゃん、はい、ゲンちゃん4打目、10ヤードぐらいアプローチです。ちょっとこうラフがかかってて、少し転がし、転がし気味やね。転がし気味てか、ラフで転ぶんじゃねえかみたいな。ああ、おお、ナイス。まあまあね、ナイスアプローチです。お先です。20センチ上りスライス、ナイス。はい、あ、入れます。ちょっとこれはめっちゃ入れたい。4メーターぐらいあるよこれ。上りね。はい、上りのちょいすら来た。うわ、惜しい。ナイス。ちょっと読みすぎました。うん、もうこれ以上落としたらいかんけんね。慎重です。はい、慎重に行きます。はい、ナイスパー。6ホール目終了して両者パーでしたんで、3ホール、振り返ります。僕が全部パーかな。パーパーパー、井上プロがパーボギーパーで、僕がイーブン、一打リードで最終回に行きたいと思います。やばい。いや、結構ピンチで流れも悪そうですけど、まあ神の助けと、まあ私も頑張るので、もう応援してください。皆さん本当に頑張りますので、鉄板焼き食べたいし、お願いします。
お願いしますということで今回の動画はここで終わりたいと思います。次回も引き続き頑張ってアップしていきますんで見てください。チャンネル登録、コメント、いいねもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。報道ステーションね、はい、どうもありがとうございます。マジ最後の例が本当にニュース番組って感じですね。ちょっとトイレ行きます。はーい。